今日はちょっと一歩変わったテーマですね韓国のおお酒とタバコについいてお話し,したいと思いますじゃあまず皆さんもご存知かと思いますけども韓国独自のお酒といえばマッコリーという感じですけどもじゃあまず第1問です。 マッリですね、まあ、韓国ではマッコリと言いますが、まあ、いろんな名前を持っています。じゃあこのマッコリの異名でないものは、えーっとまあ、どれでしょうかということですね。じゃあ1番道州農樹2番濁州拓州3番白州北州4番清州長州。 じゃあつまり正解は4番のチャンジュですね、まあ、これはまあ日本の聖書四種と同じ位置づけのものですがじゃあまず、えー、とこのマックリの名前がいろいろあるということはいろいろ親しまれてきたということになるでしょうね。じゃあ最初にこノンジュと 農民のお酒ということですけれども、じゃあ昔、私は子供の時にこう田舎に行くとですね、おやつの時間がありますけれども、農作業の時に、また昼ご飯の時もそうですけれども、だいたいこう、あのマッコリというのがですね、一緒に出されるということですね。まあ、働く人はえっ、ー、と、ご飯の力という言葉もありますけれども、マッコリの力で頑張るとよく言われてました。 まあ動作業だけじゃなくてですね要するにちょっとしてこう家にこう何か壁が剥がれたりですねまた大工さんを呼んであの直すところがあったりする時もですねこの,あのお母さんたちは働く人のためにこう縮みとあのまくりをこう接待するのが一昔前まではこう常でしたね。じゃあ次はこう タというのがあるんですけども、まあ、濁っているお酒ということで「濁、まあ、っというのはこれはまあ理解できるわけですね。じゃあ次は、えー、と白いお酒というそこまで使われていないんですが白いお酒ということで「まあ、ペクチュという名前も使われています。 最近は、まあ、あのいずれもこうペットボトルに入っているのがですねあのコンビニなどでもえっと買えるようになっているんですが、まあ、私の子供の時親のお使いでよくまッくりをこう買いに行かせるんですけどもその時は大体この夜間を持ってですね自分家の夜間を持ってお酒を売っているところに行きましてですねそこにこう亀に入っているこのまッくりを継いでもらって家に帰ってきましたね。 じゃ今もま古き良きというかねそういったイメージであの飲み屋によってはこういった夜間にマックリをご出してくれるところも結構あったりします。じゃあでも意外や意外というかですねこの韓国えっと固有のお酒マックリのことですけども今えっとあなたの好きなお酒はというこうアンケートを取ってみましたら意外とですねビールが一番多くて。 マックリとか、まあ、ここ今一番右は「民族種と書いてありますけれども要するにマッコリなどですねそういったのが 9.2%10% にもいかないということでですね、まあ、ちょっとマッコリは寂しい思いをするかもしれませんね。まあ、晩酌ということがありますけれどもじゃ次は2番ですが「えっと、藩主ご飯のお酒パンジュというのは何のことでしょうかという問題です。 1>, 1。マックリのことかなと2番宴会のこと3。おつまみ4。晩酌じゃあご飯のお酒と書いてあるんですけれども、これは何のことでしょうか？ということです。正解は4番晩酌のことですね。えっと日本人のイメージする晩酌っていうのはまあ、夜仕事が終わってこう帰ってきてですね。お風呂を人風呂浴びてから。 まあ、飲むお酒のごイメージがありますけれどもじゃあこの晩酌を辞書的に翻訳すると藩酒パンジュになりますが、まあ、実際はですね観光のパンジュっていうのは例えば誕生日とかそういった日には朝からこう あのお酒をちょこっと飲む、そういった習慣があったりしますね。また、特に、えっと、夜の晩酌っていうのは、まあ、今どんどん増えているって感じですけれども。韓国では、そこまでこう一般的ではないですね。なんでかというと、えっと、お酒っていうのは、みんなと一緒にワイワイという感じで飲むものという意識が強いんでね。家に帰って、一人でこう飲むということは、まあ、従来はあまりこうなかった。 まあそういった風習だったたかなと思いますただし最近はこう一人暮らしの人が増えてきたりまたあの個性というかですねそれがこう重んじられるこうあの時代になりましたんでですねまあ無理やりこう会社の会食にこう付き合うというよりは自分一人でこう家で飲むというかねそういった人たちも増えてきました。えーとまあ このいろんな統計が出てるんですけども、その中でじゃあ1人で飲む場所はということですね。じゃ、これまたある面では面白い文化かもしれません。けれども86%が家で飲むって言ってます。じゃ、飲み屋で飲む人は11%ですね。じゃ、日本人はよくこう居酒屋など。でも一人で飲むという人がまあ、結構いたりするんですけども、まだ韓国では馴染まないんですね。 まあちょっと昔さこなぶっていくとこう一人でお酒を飲む、まあ、居酒屋などでですね飲んでると周りの人からじろじろ見られるのが常でしたねなんでかというとどうやって一人でお酒を飲みに来たんだろうとかね奥さんにまた恋人に振られたりはしなかったかなと。 またものすごく悩みを持っているんではないかなともということで周りの人がもうじろじろ見てるわけですねそれがつらくて、えっと、私の知り合いはこう韓国に勉強に行ったんですけども今日は誰を誘って飲むかというのをずっと悩んでいたという話をしてくれましたじゃあ次は、えっと、日本と韓国のお酒の文化というのは似ていなるところがあるかと思いますが。 じゃあ、韓国のお酒の文化でないものは。ゃゃということは、まあ、文化はどんなものでしょうかということですね。じゃあ、一、何回も乾杯という。二番、割り勘を好む。三番、はしご酒が多い。四番、病院の人と酒を飲むときは顔を背けると。じゃあ、このうち四つの中で、韓国のお酒の文化でないものは。 ということなんですけれどもじゃあまず一韓国にとは何回も乾杯乾杯とねこれを叫んだりしてます割り勘を好む好まないんですね韓国にとは特にお酒の席などは例えば ABC さんが三人いたとしたらまず一次会は A さんが払うというかですね二次会にいて B さんが払う三次会にいて C さんが払うというのがまあ常でした でも最近の若い人はですね、まあ、その場その場でこう割り勘をやっている人が増えつつあると思いますけれども、まあ、ここはあく,、まあくまでもですね、まあ、従来のというかね韓国のイメージの中でのということなんですけれども、まあ、基本的に韓国の人はあまりこう割り勘を好まないということですね。じゃあ割り勘を好まないという割り勘をしないということでですねじゃあ A さんが1時会持ったならばまあ あのちょっと B さん C さんをえるのもちょっと気になるわけですからじゃあ2次回行こうとかまた3次回行こうということでですねはしご酒が、まあ、あの増えていくっていうことが、まあ、一般的でしたね。じゃあまた日本とはちょっと違うのは病院の人とお酒を飲む時はですね 顔をこう背けるとというのが一般的なことですねただしこれは病院の人といっても、まあ、ちょっとした先輩とかじゃなくて例えば平社員が社長とかですねまた、えー、っと学生が先生とかというかねまたはお父さんとかそういったあの場合でですね酒を飲むときは、まあ、顔をちょっと背けるのがあの韓国のマナーになっています。 これは古い語絵ですけどもここでも一番右の人はですねちょっと顔を背けて飲んでいるってことがお分かりかと思います。じゃあ次はえっと4番ですけども、えっと、韓国の人の飲む量というのは平均的に日本人よりはずっと飲む量が多いかと思いますけども、えっと、飲み過ぎた時ですね翌日どうしたらいいかというのは。 ま、自分も日本にこう来たての頃まあ、ちょっと飲み過ぎた時は翌日どうすればいいんだと悩んでましたね。じゃ、日本人は別にそれを悩むことないと。まああの思われるかもしれません。けれども、韓国では一般的にこう飲んだ。翌日に飲むスープというか、定番のスープがありますね。じゃ、そのスープの名前は何でしょうか？ということです。1。わかめスープビ美ク 2番牛肉のスープ宋穂玄く3番味噌スープ天樟くっ4番平樟くですけどもじゃあ,、まあいずれもスープっていうのはありがたいものですがじゃあここで飲んだ翌日飲むというかですね、まあ、そういった名前のスープがありますねそれが4番の平樟くというものです。 例えば日本は迎え酒というのはありますけど、向かいスープってはないんですね。これをあえて、まあ翻訳しようとしたら、迎えスープみたいな感じのものです。街の中にはこういった専門店がいっぱいありますね。ありがたいことに、朝早くからまあ営業している場合があのところが多いです。さあ、まあ、あの最近は。 あのこういった店まで行かなくてもですねレッドルートのこういった平ジャンクックというのは向かいスープというかねこういったものもいっぱい出されています。じゃあ次は、えー、と最後今回はタバコの話ですけども絶対この人の人前でははタバコを吸ってはいけませんとじゃあ皆さんは、えー、と誰をイメージするでしょうかね。じゃあ韓国ではこれはもう徹底的にまだ自分の世界。 のことを考えると守られているかなと思いますが 1. お母さん 2. お父さん 3. 先輩 4. 上司じゃあこの人の前では絶対タバコを吸うということはありえないということです正解はお父さんですねよっぽど不良でもお父さんの前でタバコを吸うというのはこれはちょっと考えられないんですねまあ あのタバコの文化というのは日本といろいろこう似てなるところがありましてですねあのまあ例えばここはちょっと古い絵ですけどもあの馬に乗っている馬に乗ってタバコを吸っている女性がいるんですけどもまあこれはあの間違いなくキーセンというですね営者という。 まああの一かと思いますがこの時代ですねこの時代というのはタバコが入ってきたのは17世紀と言われていますまたこのあの韓国ではタバコのことをタンベと言いますがタンベというのは日本のタバコという言葉がなまってできた言葉ですねつまり言葉もえー、っとこの物も,のも日本から入ってきたんですけども文化はだいぶこうまた違う文化 ということで一人歩ききししてきました、えっと、この時代は紀、まあ、センといってもですね、まあ、女性であの平気でタバコを吸ってたというねみんなタバコを吸ってたと言われてるんですけども、えっと、近代に入ってからは女性のタバコに対する、まあ、文化というのはとってもこう厳しくなってですね、まあ、女性はなかなかこう。 あの人前でタバコを吸うことができなくてですね2000年度の初めあたりのそういった統計を見てもタバコを吸っている女性に対してアンケートを取ってみましたらですねあの半分以上があのトイレでタバコを吸っていたというまあそういったアンケートの結果が出ていますただしまああのここ2,30年間韓国は急激な変化を遂げているんですけれどもあの まあ最近は女性もですねまあいろんなところでタバコを吸う風景というかですねそういったのはよく見かけられてるんですがでもあの実際ですね今えっと韓国では2015年度からまあ全ての飲食店ですねコイショップなど含めてそういったところでは禁煙になっていますんでねあのまあそういったあのところでも男性も女性もタバコを吸う まあ風景というのはん。えっ、ー、ととにかくタバコに対してはですね女性に対する目線がとってもこう厳しかったというのとそれから今も守られているのはお父さんの前でタバコを吸うということは厳しくですねあの、まあ、制限されているかなと思います。じゃあまあ簡単ですけれどもタバコとお酒のお話でした。じゃ また次回を楽しみにしてください。どうもありがとうございました。かまさみだ。